はいこんにちは、えー、陸上が世界一大好きサンキ8チャンネルですはい今日はですねあの陸上男子が400メートルリレ、えーで五輪出場を決定したということで話題になってますねいやー本当にあの感動的でしたねはいで今日はね今はなんか今たった今ね本当録画放送してるんですけどはい。 いやーただ、録画といえどね、本当に、ま、サニブラウンをはじめ、ま、日本代表選手、本当に頑張ったと思いますね。はい、では、今からニュースを読ませていただきます。はいえー、男子 4×100m リレー日本代表パリ五輪出場権獲得サニブラウンラリレー侍が予選4組,4組で1位の快走世界リレー。 ナッソー2024世界リレー、えー、5日バハマ・ナッソー世界リレーが5日開幕した男子4 × 1 0 0ルリレーに出場した日本は予選4組に登場し38秒10で1位入りパリ五輪出場権を獲得した、えー、今回の世界リレー日本は男子4 × 1 0 0ル 4×400m、女子 4×100m、男女混合 4×400m の4種目に出場。今大会はパリ五輪の出場国選考を兼ねており、5日目の予選で各組の上位2チームに入り、決勝に進めば五輪出場枠を獲得。予選で3位以下でも6日の敗者復活戦で各組2位以内に入れば出場枠を得られる。 日本は最終予選4組に登場1位は世界上陸上 100m2 大会連続ファイナリストのサニブラウンアブデルハキーム2走は昨年のアジア選手権 100m 王者柳田大輝3走にはアジア大会杭州 200m 走者上山幸輝はいということでねまあ本当にまあ今日のね 400m 見たんですけど はい、で実際のまあサニーブラウン選手が、ねはいまあ、すごいかっこよかったということで、まあ、非常にね、ほ、まあ、他の選手もかっこよかったですよ、まあ、ただ特にやっぱサニーブラウン選手が、ね、あのかっこよかったということなんですけど、はいまあ今日の,、ね、あのこの日本代表の走りについて思ったのは、まあ、素直に、ね、あの良かったなと思いますね、はい、なんか見てて気持ちいい走りっぷりだったなというのが、まあ、個人的な感想ですね。はい 昔だとねその日本の陸上って非常に弱かったと思うんですけど最近はねその着実にレベルアップしているなと思ったし何よりもね繰り返しているんですけどやっぱりサニブラウン選手がね非常に良い走りをしていたんでさすが日本のエースやなと思いましたね。ほんまにかっこよかったんでこのままね今日は予選でしたけど次からねもっとね 勝ち上がって、はい、このまま優勝してほしいなと思いましてね。はいまあ、次は負けるけどね。はいうん